ジェモントリオール中央駅に到着しました。入ってすぐ、真ん中に時刻表があるんですけど、20分前にボーディング開始になります。私たちは12時50分発のモントリオールケベック行きの、電車に乗るんですけど、12時半からボーディングは開始できるみたいです。掲示板のところにあのナンバーも書いてあるので、そこから乗車になります。でもう並んでるところとかもあるので、自由席ではないんですけど、もしかしたら自由席の、車両もあるかもしれないので、あの早めにきっと並んでる人がいるのかなって思いました。でモントリオールから、ケベックまでは3時間20分の列車の旅になるので、列車の中で、列車の情報とかもお届けしようと思うので、ぜひチェックしてみてください。ということで今から荷物を預けて行ってきます。ここにバゲージとチケットって書いてあって、後ろにカウンターがあるんで、多分ここで荷物を預けます。ちなみにビアレールはアメリカの、長距離列車アムトラックも乗り入れてるみたいです。なので必ずここではパスポートもしくは ID の、掲示が必要になります。 Yeah, you're going to Quebec. Is it a big baggage? Yes, four. Okay, well there's a room in the car. When you go in the galley,すごい並んでるね、もう。今まだボーディング15分前ですけど、超並んでます。荷物はちなみにこの大きい荷物預けると思ったんですけど、特にチェックインしないって言ってて持って乗車します。先ほど荷物のチェックインをしようと思ったんですけど、今回の車両は荷物を預ける必要がなく、普通に持って新幹線みたいに預けるスペースみたいなのが車両の中にあるので、そこに自分で預けるか席のところに持っていくかっていう感じに、なるみたいです。で、それは、列車によって違うみたいなので、そこは注意して、そのプラットフォームがどこの番号かっていうのが書いてあるところに並ぼうとしたら、係の人がいて、この荷物持ってくのって聞かれて、あと重さをこうなんていう簡易的にチェックしてたので、特に測ったりはしなかったです。多分めちゃくちゃ感覚的に重かったら測る機会があったので、そこに乗っけて測れると思うんですけど、でも結構簡易的でした。でボーディングが12時30分から開始なんですけど、今実際現に12時40分でようやく列がスタートし始めたので、本当にオンタイムにボーディングが始まるわけじゃなさそうです。ということで今から列車に乗り込みたいと思います。あ、でもね、こっちもなんか、お酒屋さん、サラダとかパンとか、うわすごい、フランスっぽい、ケーキとかパンとか、あ、すごい、美味しそうね、うん、さすが。ね、日本食もある。あ、キムチ、本当だ。韓国っぽい。なんかフードコートみたいだね。あ、寿司ショップって書いてある。お寿司屋さんだ。ここはチキン？なんかケンタッキーみたいな。ここはなんかメキシカンみたいな。ね。こんな感じでバーコードをかざしてチェックして乗車する感じで、こっちは階段で、僕はエスカレーターがあるので、みんなエスカレーターの方に並んでます。ほとんどの人がこういう大きい荷物を持っているので、すごい列ですね。こんな感じでメールで今日チケットが届いたので、このバーコードを係の人に見せます。 Hello. Hello. Thank you for being paidEconomy, the next door, business class, all the way to the front.
はい、ということで今ビアレールに乗り込みました。もともと座席が指定されてたんですけど、列車の故障で、座席指定が皆さん全員なくなり、もう早い者勝ちという感じで、椅子取りゲームという感じでした。で、あの荷物を入れるスペースもそんなに大きくなくって、まあ飛行機みたいに座席の上に荷物を入れるところがあって、あのこういう風にね、あの蓋もついてるので荷物が落下してくるってことはないんですけど、ただ重いキャリーケースとか大きいキャリーケースとかは入らないので、あの入り口のところに入れるしか方法はなさそうです。今のところコンセントをさせる場所もう見当たらないので、座りながらチャージはできないんですけど、フリー Wi-Fi はありました。上にライトが設置されていて、エアコン調節するとかはすいませんなかったです。電気だけの調節でした。ちなみに、座席なんですけど、車両の真ん中と端っこだけが向かい合わせのボックス席に固定されてます。もともとなんで、座席指定するときにそこを指定できるかどうかはちょっと微妙で、あの前後にはできるんですけど、ボックス席は本当に固定になってるので、もうそこにはくるってひっくり返せないように、あの真ん中にテーブルも設置されてます。なんで向かい合わせは1つの車両に6セットですね、6セット分のボックス席しかなさそうで、そこが新幹線とちょっと違います。目の前の席のテーブルはこんな感じでおります。オンタリオ湖です。車も走るんだね。それでは少し車内を探検したいと思います。はい、ということでトイレはどんな感じなのでしょうか。トイレって綺麗か汚いかとかすごい気になりますよね。車両からの景色はこんな感じです。後方車両まで来るとこのような景色を見ることができます。無事ケベックの駅に到着しました。3時間20分の列車の旅でした。 Wi-Fi が無料で使えたのでそれは良かったです。景色はあんまり変わり映えしなかったですね。では今からホテルに向かいたいと思います。すごい人がめちゃくちゃ溜まってます。これがケベックのビアの駅です。